けます。中央の宇佐美、ここを挟み込むが宇佐美のシュート。東口パトリック裏を取って宇佐美の左足、強烈。ミドルレンジから宇佐美狙う鈴木彩夫、ね、いやその通りですね、宇佐美が一番得意とするエリアで、はい、ファーストタッチでシュート打ってるところボールを受けましたからね。ウェイトシューバー前に止めて宇佐美、得意のシュートレンジから宇佐美です。シュートのスピードも非常に良かったですけども、はい、まあ、ゾルス選手の守備範囲内だったと。ジシャ、山本、グランダーのパスからシュート、宇佐美。球種も豊富、宇佐美直接行った、宇佐美枠を捉えボールが進むようなね、ボールをチョイスしましたけれども、サイドヘッドだ。すが、今度はオプション来た、2で、まあ、ボールを持ってない時の振り出しも非常にいいですからね。振り出した、宇佐美、柔らかいボール、ヘディング、ここスローインからですよね、まあ、止まらなかったのが一つ要因ですよね、宇佐美選手は。宇佐美、藤原に返す、中パトリック、いや左サイドね、藤原選手と宇佐美選手の2人で崩しましたよね、はい、飛んでました、これ宇佐美、入れ口、宇佐美、間で受けますが3人に囲まれます。ここは矢島のシュート、ガンバのフリーキック、ハイボール、パトリック、パトリック、宇佐美、宇佐美、柔らかいボール、ファエ、ゴール前のところありましたけども、はい、あ、逆にカウンター、パトリック、ワンタッチ、宇佐美、パトリックもいる、宇佐美はどうするか、宇佐美、駆け引きする、宇佐美、フィニッシュ、宇佐美、しかしクロスバーも上でした、カウンターですよね、パトリック入って近い距離で宇佐美、はい、両チームね、あの疲れがあるところですけどもね、勝負どころですね、そうですね、宇佐美が行く、宇佐美が行く、シュートだ、弾いたところ、ローインから落として、うん、宇佐美がいる、宇佐美トラップした、宇佐美、中入ってスイッチメル、山本だ、山本の右足、宇佐美のボレーボレーをしっかりミートするだけの能力ってのは非常にね高いなって感じしますね、下宇佐美隆、ここでホイッスルです、死闘を制したのウサ、またパトリックとパニック元、ウサミだ、それでセカンドボールね開始されてますから今厳しい状況ですよね、その中で最終ライン、ここでシュート、fire
から宇佐美もいますが、宇佐美にボールが出た。国際宇佐美左足、先制が止まったか。まあ、抑えの、まあ、意識した、まあ、シュートでしたよね。はい、It's just fired.